今日はちょっとゆっくりですけど疲れは取れてますか？まあ寝たら治るんで全然大丈夫です。年齢的にも全然。おはようございます。まあミシャさんになってキャンプでこんな走り込むっていうのがなんか珍しいのかなと思うんですけど、疲労はどうですか？まあ初日4日ぐらい上げたんですけど、その時は結構いろんな張り出てきましたけど、オフ挟んでだいぶ回復しましたよ。まあ昨シーズンオフが結構長かったと思うんですけど、なんか体力が落ちないようにとか、なんか自分でトレーニングとかっていうのはしてました？まあそんなに頻繁には行ってないですけど、ちょこちょこツドームの方で、あそこ結構一周400メートルぐらいあるんで、あそこで走らせてもらいました。まあでも体力はだいぶ落ちました。やっぱりなんかこうオフ期間が長かった、まあ、約2ヶ月ぐらい、はい、まあ、タイキャンプ終わって何をして過ごしましたか？まあ、最初の1ヶ月は、まあ、ゆっくりしていいかなと思ってたんで、12月中ぐらいまでは、まあ、たらたらのんびり過ごしてましたけど、まあ、少しずつ動き出して結構地元の向川が行ったりしてとか、いろんな人に会いに行ったことが多かったですね。1年間を個人で振り返っていかがでした？まあなんとか試合に出れるようになったのが本当に良かったなと。なんか自分でその試合出場が、はい、まあ、J1 デビューして増えた要因みたいなのって、なんか自分でこれかなみたいなのってありますか？まあいろんなメディアとかでは結構言ってるんですけど、カップ戦とかで結構うまくいって、自分的に調子いい時期に J リーグデビューさせてもらって、でその中でうまくいったことが多くて、メンタル的にすごい積極的にプレーできるようになったっていうのが一番の要因かなと思います。技術っていうよりもメンタル。多分技術はそんな短期間で一気に上がると思わないんで、メンタルで結構変わったんじゃないかなと思います。そのメンタルっていうのはどういうなんか言葉にすることできますか？まあ、自信持てたっていうのが一番大きいですね。考えすぎてなんか迷わずにできるようになったっていうのが、まあ、思い切ってできてる今の要因の一つかなっていう感じです。それはある程度試合に出続けることができたから自信がついて。そうですね、試合経験もそうですし、まあ、その中で結構うまくいったなっていう自分の中であったんで、まあ、それも周りに評価してもらえたっていうのも結構自分の中ではプラスになりました。なんかこの試合ターニングポイントじゃないけど、あ、なんかこれ俺できるなみたいな試合ってありました？去年活躍できるというか調子上げるきっかけになったのはカップ戦のホームの突戦ですけど、でもあの J リーグでやれるなっていう自信がついたのは、まあ、スタメン出場初めてだったアウェーのジュビロ戦、その時に結構得点に絡むプレーっていうのができたんで、そこで結構自分の中ではターニングポイントかなっていうのは。カップ戦とリーグ戦ってなんか違いありますか？が緩いっていうわけじゃないですけど、リーグ戦は、まあ、ある程度カップ戦に比べれば人入りますし、またちょっと違った雰囲気の中でプレーすることになるんで、ちょっと緊張感だったりそういうのが違うかなと思います。まあ、初ゴール決めた突戦どうでした？初ゴールは、まあ、ゴール決めれたのは嬉しかったですし、あの試合本当はスタメンで出たかったんで、まあ、その悔しさがあって後半頭から出たんですけど、絶対点決めてやるとは思ってなかったですけど、
何かしら結果出してやるとは思ってたんで、まあ、それがまあ結果的にはゴールになりましたけど、それでいいアピールになったんじゃないかなと思って、まあ、ディフェンスの選手がなかなかあんなカウンターとはいえゴール前まで行くことないと思うんですけど、なんかもうその時は周りが見えてて、あ、行けるみたいな感じだったんですか。まあ、正直ちょっとあの時迷ってたんですけど、行けるかな、どうしようって一瞬迷ったんですけど、結構ハチ君に行っていいぞっていうのを、多分ハチ君だったと思うんですけど言ってくれたんで、そこで思い切って行けたのがあります。うん、ゴールシーン決して簡単なシュートではないと思うんですよ。あの左利きであそこに流し込むっていうの、あの場面ってなんか覚えてたりしますか。まあ、覚えてるというか、まあ、あのポジション入った時にもう極力何も考えないようにしてました。多分考えちゃうと変に当たんなかったりコースずれちゃったりするんで、できるだけもう来たボール当てるだけっていうのは何も考えないようにしてました。結果的にいい感じに入ったんで良かったです。ウィンチブランで、やはりやりきります。やはり一部と二部で違いますか。まあね、確かにちょっと時間に余裕がねできます。前半でもいやまだあんのか午後っていう感じなんで。走るのはそんなに嫌いじゃない。そっちの方ですけど素晴らしいんだ。気持ちが取らないといいね。じゃあ今日も練習頑張っていきましょう。持っててよかったこれ。ありがとうございます。お疲れ様です。そんな取る？ごめん、ハチじゃないんだ、メイン。ハチじゃない、すいません。こっちです。おお。お疲れ様です。すいません、練習の終わりに疲れてると。